本日から新しい公共推進会議が再始動ということになりました。民主党政権となってから取り組みが進められている新しい公共、 NPO などさまざまな団体から構成員を迎えた推進会議が野田政権となって初めて開かれました。この新しい公共という考え方は、私なりに解釈をいたしますと、市民と共同しながら行政ワークを変えていくというところに意義があるんだろうと思います。その意味では市民が主役、民が主の民主党らしさのいっぱい詰まったコンセプトだと思います。新しい公共では、これまで行政が提供してきた公共的な財・サービスを市民、NPO、企業なども積極的に主体となり提供、よりきめ細かく行き届いた公共サービスを目指します。本案は多数をもって可決されました。昨年6月、その担い手となる団体の活動を後押しする寄付税制の改正が成立。これにより、認定 NPO 法人などに寄付をすると、その金額の半分弱が所得税や住民税から減額されるようになりました。つまり、事実上支払った寄付金のおよそ半額を国や地方自治体が代わりに持ってくれるようなもの。いよいよ今年3月の確定申告で、その税額控除が初めて実行され、大きな一歩が踏み出されます。特に今回、東日本大震災の被災地において、被災者の皆様の心のケアであるとか、あるいは仮設住宅における見守りの支援であるとか、さまざまな活動をされている多くの団体が出てまいりました。近年、先ほど触れた税額控除の対象となる認定 NPO 法人など、新しい公共の担い手は着実に増加しています。推進会議では、今後その担い手の活動を促進するための改善策、寄付税制など新たな施策の周知などについて議論を行っていきます。制度の整備もまだ改善の余地がまだいっぱいあるとは思いますけれども、いよいよ本格的な実行の段階が来ているのではないかなと思います。この両方をですね、観点をしっかり持ちながら、現場感覚を一番持っていらっしゃる皆様方でございますので、これからも積極的なご提供をいただければ大変ありがたいと思います。